さあ始まりました寿司トーク、天ぷらこと大村です。藤山こと藤田です。ということで今日も全員集まってくれてます。またタイからヤマト、ありがとうね。サディカーか。なんか のって見えるけど、何その T シャツに。の人野球の人って T シャツです。野球の人ってこと。野球の人もないもんね、はい、でも、はい、いやこれタイ人の人が勧められて買いました、この前。あ、そう。タイで売ってる。はい、これかっこいいって言われて、着なよって言われて、今日来ました、そんで、ちょうど。なかなかいいね、それね。そして彼来ちゃってるのかなぁ。あ、いっちゃってますね。いるね。長崎から。どうも、よろしくお願いします。すいません。よろしくね。ちなみに、この、はい、僕の、何、その前が聞こえてないです。何がちなみになのかわかんないのよ、はい、その前が聞こえてないから、何がちなみになのかわかんないんだ。ちなみになんですけど、あ、もう続けるんだ。タイで買った T シャツ、シャツです。タイシャツ、これタイシャツです。ワイシャツみたいに言うってやつ。はい、そうです。あ、去年のタイ行った時に買ったやつだ。ズボンもさ、はい、すごい履きやすいの買ってたじゃん。今着てない。はい、うん、じゃあ着てないんだね。あんまり着てないんでしょ、だから。あ、着てなかったです。着てないか。ムーンウォークの時のパンツじゃん、それ。そうですね。あれ、毎回それじゃん。ムーンパンツ。はい、ムーンスリーピングの時も、履くようにしてます。あ、ちょっと何言ってるかわからないな。ごめんごめん。それがまた聞こえなかったんでね。うん。おじさん、さっきからボケる箇所全部が聞こえなくなってる。すごいね。うん、Wi-Fi が空気読んでるよ。うん。そして、かき揚げ、今日どこ？なんかすごい。ホテル？自宅でございます。あら、さすがですね。わ、すごい、ベッドルームも奥まで。広っ。まあ、これはですね、皆さん、はい、前澤友作 YouTube チャンネル、ガチ検証、前澤友作、ZOZO マット使ってみた、にて、自分の足のサイズが 24.5 だった時の前澤社長です。知らないなぁ。ちっちゃ。ちっちゃいんだね、前澤社長って足。かき揚げ自体は何センチなの？僕も 24.5 です。同じ。いや、すげえ。身長も一緒なんだっけ？身長は2センチ、本人の方が高いです。本人、前澤社長。なるほどね。サイズ感ありがとう、ほぼ一緒なんだね。さあ、そして、あ、何歌舞伎今日は。あ、当てていいですか？あ、どうぞ。桑名ミュージでしょ、これ。残念。違うの？2世は合ってます。2世は桑名正宏さんの息子さんの桑名ミュージじゃないの？違います。2世なんだ。僕分かんないけど、俺はぱっと見さ、鼻ピアス開けた狩野英孝に見えるんだけど、違うの？あ、違います違います違います。ちょっと狩野英孝顔だよね、お前。狩野英孝顔だね。そうなんですかね。似てんだよ、ちょっと鼻ピア開けた、ちょっとまあ超えてね、超えた狩野英孝。はい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 。違う。違います。何？父が一世風靡した、ミスターマリックの娘、ルナです。まあ、ちょっとあ、わかる。なんかチロチロ出てるもんね。ピンクの髪か。そうです。そんないかついピアスしてたの、あの子。してます。もうあ、してた。多分日本でここに鼻ピアスしてるの多分ルナしかいないです今。いや、ルナミュージもやってただろ、多分。ミュージもやってました。わかんないけど。いやー、ということで今日も始めましょうよ。はい、大大大変なとこから手が出てきた。手あんのに。ねえ、あんなちっちゃい手があるのに全然違うところから手が出てきた。こうやんなかった。あの方ですか？ポケットに書いてあるもんね、右胸にね。そうだね。はい、寿司三昧の木村社長かな。はい。築地清村のね。はい。木村社長だ。絵も何に桜描いたの。はい、描きました。なんで寿司三昧の社長をチョイスしたの。はい、やっぱり今住んでるところが築地っていうのと、マグロが好きなんで、マグロに命かけてて。合わせて一本だ。なるほどね。そういうことか。自分が社長の身になっちゃいたかったんだ。マグロも好きだし、築地も近いし。はい。
さあ、ということで行きましょう。今日はね、なんと初めての寿司ボーイズオンライン飲み会やってみましょうか、うん、ちょっとかき揚げが酔うとちょっと怖いけど、怖い、それを期待してる視聴者多いからね、うん、はい、ということで皆さん手元にありますか？あります、はい、あります。ちなみに僕はね、淡麗ですよね、グリーンラベルのこちら、糖質 70% オフ、うん、ちょっとな、糖質とかにもね、気を配りつつあります。私はこちら、朝焼きのスタイルフリー、はい、なんと糖質ゼロでございます。おお、あ、ね、僕より気を使ってる人いましたね。ゼロ、はい、私、糖質満点、うん、プレミアムモルツを買っちゃいました。あ、すげえ、プレミアムモルツね、はい、まあ、一番の王様だよね。歌舞伎は僕普段お酒飲まないんで、うん、嫁が飲んでいるっていう、冷蔵庫にあった2つを持ってきましたね、うん、アメリカ人嫁何の飲んでるんですか嫁なんバドワイザーすバドワイザーってバドワイザーとすごい飲んでるみたいです、嫁は。すごいな、奥さん。多分あいつ隠れてクラブ行ってますね、多分クラブ行ってますね、行ってるね。そして、あっぱれは、ま、ヤマトは、僕お酒すみません飲めないので、あのサボテンウォーターにします。知らないんだけど、はい、日本で言う何、ポカリスエットみたいな感じですかね。ポカリ。すき焼きは、僕は普通にビールが好きなんで、はい、ビール、はい、ビール、ビンだ。なかなかビンだよ。家に瓶、こういう時瓶持ってるやつあんまいないぜ。あれ、え、田舎でもだいたい瓶なんですよ。瓶、あ、そっか、どうよ、酒屋さんが持ってくるんだ。栓抜きで抜いてんの？栓で抜いて、はいはい、栓で抜きながら、はい、いや面白いじゃん、普通に。普通は、はい、狙ってないで面白いやつ久しぶりだよ、おじさんが。いいよいいよ、うん、かき揚げは、私、こちら今話題のイテオンクラスから出たね。ナミスル、これが絶対いいとこ出るんだよね。これがいいとこ出てきます。これって何、焼酎？焼酎です。ちょっとね、ちょびグラスで飲むんだよね、これで。あ、出た、ショットグラス。ちょっとあれ、かき揚げはそれを飲んで甘く感じるのかな。興奮してますからね。ねえ、これちょっとね、ドラマ見てる方はわかるんじゃないでしょうか。あ、いいですね。あ、髪型もちょっと寄せてきてますね。パクコセロイです。あ、コセロイ出ました、ありがとうございます。誰も見てませんから僕しかわかりませんよ。すみません。さあ、クロは、札幌の黒ラベルです。いや、お父さんか。まあほら、寿司三昧の社長だからね。あと寿司ボーイズに星が入ってたんで、多分。おお、すごい寿司ボーイズのこと考えてくれてる彼女。なるほど、じゃあ乾杯しましょうよ。はい、じゃあ乾杯の温度取ってもらっていいですか、すき焼きさん。おお、じゃあよろしいですか。はいはいはい、乾杯の温度を取らせていただきたいと思います。早く、いやいや、乾杯でしょ、乾杯。何やった？5度。いや、これグラスの温度じゃねえかよ。乾杯。乾杯。久しぶりに食らいましたね、皆さん。あ、久々に飲んだ。うわー、酒だ。いやいや、酒飲むときに鼻ピアス上げながら飲むんじゃないよ。いや、すごい邪魔。なんか、どうする？ずっとなんか何かについて話すとか、テーマ決める？それともゲームとかやる？じゃあ、この自粛生活でおすすめ新発見というか、こんなのあって初めてやったけど良かったよとか、あんまりやってなかったけど使ってみたらすごく良かったですよ、うん、おすすめみたいなのあったら。あ、うん、さくら、やろうかなって思ってることとかでもいいですか？あ、全然いいですよ、うん、はい、なんかまだやってないんですけど、この前友達とオンライン飲み会したときに、うん、らっきょうの話で盛り上がって、うん、らっきょうをつけようかどうしようかっていうので。らっきょうつけね、それ難しいの、らっきょうつけるのって。その粗いらっきょうを使えば結構
簡単に楽にやっぱりできるっていう。どんぐらいで浸かるのそれって。あ、ちょっとまだ調べたんですけど、いや、あの忘れちゃいました。また引っ越してからの方がいいかなと。なるほどね。あ、そこを近々出るからな。はい。じゃあ、俺も。まあ今日は村にはちょっと話したんだけど。村って聞いたことないですけど。あのね、うん、まあまだ届いてないんだけど、カレーを自分で作ってみようかな。もちろん、あれだよ、ルーとかじゃなくて、スパイスカレーよ。おー、今、注文してんのよ。ガラムマサラとか、なんかスパイスのセットがあって、それにちゃんとこうすり鉢もついてんだって。統合して、で、カレーを一から、インドカレーを作ってみようかなって。うん。カレーはやっぱ、凝っちゃいますよね。お前も凝ってんの？経験者？ちょうど昨日、水を使わずにカレー作ってみたんですよ。トマト缶、だけで作ってみたんですよ。すごいまずかったです。いや、まずかったんかい。なんかこう、開けてからでもいいから、スパイスからおのおのカレー作ってみるみたいな。カレー勝負やらね。あ、面白そうね。誰が一番面白い。すっごいね、個性出るらしいよ。いや、カレー出ると思いますね。スパイスから作ると。そうか、香辛料混ぜ合わせて自分の好きなカレーになるってこと。で、香辛料の、数も、たくさんあるね。何個使ってもいいとか、あとはその配合によって全然違うらしいから。すごい個性が出るって言った。あと、それにさらに豚、牛、鶏、どれをチョイスするかとかも。ああ。回ってくるんだね。わあ、面白そう。面白そうだよね。うん。僕、煮物にハマりました、本当に。ああ、そう。何ができるようになった？大根と、カッパのこの部分を煮込んだものとか。ん？今、僕のせいですか？あれ？いや、嘘でしょ？俺でなるの？いやいや、カッパのここっていう、あ、嘘。いや、これ、すき焼きさんの、いやいや、伝わりません、カッパのここ、ギザギザの、いや、冗談、こんな気持ちいいね。え？本当に動かんやん。ちょっと、いやいや、なんか言わなきゃなと思って、その、大根、天狗のこことか、天狗の、やべえな。え？俺だっけ？ I see, I see! いや、おもろいこと言ってたんだけどな。超怖え、これ。すき焼きさん、とんでもねえハートしてますね、これ。こんなのいつも経験してんの。ヤマトなんかやってんのか、そっちで、タイで。あ、お料理、今聞いた感じだ、タイ料理を作り始めたりはしてますし。何を作るの？今、ガパオライスとトムヤムクン作れるようになりました。あ、すごい。ガパオね。食べたい。え、なになに？こういう、ナンプラーっていう魚の油の調味料ね。お醤ね。向こうのね、醤油的なやつね。あのニンニクを軽くローストして、唐辛子で炒めたものをちょっと作って、うわー、うまそう。うん、美味しそう。で、ガパオライスって牛肉炒めたやつなんで、まあ基本的にこういう味だからうまいんですけど、一回試しに A5 ランクの和牛買ってきて作ってみたんですけど、ガパオライスで。A5 ランクでグラム、多分日本円で1500円ぐらいするやつ使ってやってみたんですけど、これ 100グラムでしょ。グラムで言ったら1グラムになっちゃうから。100グラムで1500円ぐらいの変わったやつ、味変わんなかった。あとは水泳ぐらいですね。落ち。はい。いやいや、落ちとか別にいらねえんだけどな。普通の近況だからな。ついつい期待しちゃうよな。期待しちゃったよ。
味変わんねえだけか。え、でも水泳がなんか面白い泳ぎ方なんだよな、お前は水泳が。ね、横切って、泳いで横切ってよ。いつもの泳ぎ方で。ちょっと知らなかったな。普通だったらもうこの手の動きでやるんですけど、僕はタイに住んでるんで。ちょっと何が起こってたか全然わかんないです。何飛んだだけ何わかんない。飛んで飛びながら、これ。なんかの残像が動きましたけど。よく行きまして、行って。ちょっとよくわかんないです、それ。何が起こってるかわかんないんですけど、どんがらガッシャ感が何ですか、部屋に一斗缶があるんですか、なんかすごい音しましたけど。忍びはどうなの。ちょっと忍びマジで、この自粛期間中ほとんど家出てないんですよ、その買い物以外なので、食料をちょっと自分でなんか調達できないかなと考えて試しに、ちょっと待ってよ、あなたの食料はうんこでしょ。いや、まあそのオフィシャル上、うんこなんですけど、調達も何もだってね、うんこ食べて、はい、またね、消化されてうんこして、出して食べて、いやいや、永久循環か、循環でしょ。食料必要なんだ。食料必要なんですよ。椎茸の原木を、ちょっと買ってみたんですよ、うん、まあ、1週間ぐらい前に買ったんで、ちょっと持ってきていいですか。うん、お楽しみ。ちょっと持ってきます。すみません、僕もこのタイミングでお酒取り行っていいですか。はいよ。すみません。あ、早いね、お酒のペース。あ、家だから結構、すみません。原木って普通の原木なんですよ。ちょっと上の部分だけ見せると、こういう木の部分。はいはいはい。あの、こう、今こうなってる上ところの、はい、まあこれが原木だとしたら、ここがちょっと見えてる感じ。はい、15センチぐらいの長さの木なんですけど、1週間経ってちょっと間引いてもいるんですけど、はいはい、あ、15だけなんだ、すげえ。こうなっちゃって、半端ねえ、こうなっちゃって、やんごとねえ、これすごくない。いや、半端ねえ、いや、やんごとねえ、間引いた、半端ねえ。いや、やんごとねえ。うわ、出しちゃった俺。出しちゃった2人の。で、間引いた椎茸、こんだけあるんすよ。うわ、すごい。これ大きくするために、それだけで、これだけで、すげえ。あ、ま、もう1個ついてたんで、ちょっと2個分ですけど、この間引いたやつも食べるでしょ、もちろん。これももちろん、あの、なんか焼くなり鍋にするなりで。いいじゃん、それ。いくら。これね、ピンキリだけど、うん、3000円ぐらい。お、2個で。プラス送料で4000円とか、まあ、ちょっと他のキットだと5000円近くとか。で、まあ、それ1回取ってもまた生えてくるでしょ。そう、また生えてきて2回取れたりとか。ただ、あの、朝起きるじゃない、うん、大きくなってるのよ。朝立ちだ、朝立ち。うわ、大きくなってるっつって、1個が朝大きくなってるんだ。いや、ほんと、あの、ちょっとずつ毎日大きくなってるのでおすすめです。これ、ま、あの、オチとかじゃなくてマジで。あ、でもそれいい。俺ちょっと、どう？マジで、なんか、いなくなればいないとか書いてるやつ、俺、お前のチャンネル登録したからな。やめとけ。どうなの、勝負したら、太一さんと。いや、それはやってやってもいいですよ、もちろん。太一さんと。お久しぶりです。お疲れ様です。やばい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 。そりゃお前がどう言えってことだろ。お前って誰言ってんの、この野郎。お前だろ。おい、俺だ。なんだ。